フランツ・ヒルゲンドルフフランツ・ヒルゲンドルフはドイツの動物学者、古生物学者である。1860年代に行われたドイツ南部のシュタインハイムクレーターから出土した巻貝化石群の研究は進化の証拠としてチャールズ・ダーウィンの種の起源に引用されたのイダムに生まれた。地元の学校を出た後ベルリンの高校で学び、1859年からベルリン大学で 文献学を学び始めるが、4期後、中ビンゲン大学に移った。1862年の夏、古生物学者、フリードリッヒ・アウグスト・クベンシテッドのシュタインハイム、クレーターでの発掘調査に参加した。1863年に、この調査に関する論文で博士号を得た。ベルリン自然史博物館で、化石の研究をした後、1868年に、 ハンブルク動物園の水族館の館長となり、1870年から1871年の間は、ドイツの科学アカデミーレオポルティーナの師匠として働いた。1873年から来日し、東京医学校予科で動植物学、鉱物学などの講義を行った。1876年まで退日し、日本の動物賞についての論文も書いた。 日本の標本をドイツに持ち帰り、帰国後はベルリンのフンボルト博物館で働いた。はじめ、南体動物部門で働き、1896年からは魚類部門で働いた。1903年に異病で退職し、1904年に没した。ミューラー案によって海ホタルに懸命され、魚類の夢かさごにも懸命された。ありがとうございます。